はい、今日はね、三笘選手がね、バロンドールを取れる可能性について話していきたいと思うんですけど、まあ担当職人申して、まあ三笘選手はバロンドールは無理です。まあこれからね、3年後4年後の成長っていうところでね、いろいろ言う人もいるんですけど、日本人が期待するほど得点力は三笘選手にはないと思ってます。で、まあ比較対象としてアジアの選手で、ソン・フンミンっていう韓国の選手がいるんですけど、彼は25歳ぐらい、三笘選手と同じぐらいの時にプレミアで、もう得点を、もうに絡むような活躍してるんですよね、もう。いや、もうその時点でもう全然、まあ得点能力っていうところで全然違いますし、まあ三笘選手のもうレフトミッドフィルターですかね。まあああいうウィングのようなポジションで、まあパサーとしては面白いですけど、バロンドール取るぐらいだったらもっと、ね、得点能力上げないとね、欧州ではね、評価されるような存在にならないと思います。はい。まあちょっと日本人の課題評価がひどいと思います。